みなさん、こんにちは。しおりちゃんのりみです。今回は食べれるスライムを作ってみたいと思います。シュワシュワスライム、これね、ずっと前にねやろうと思って、もうだいぶ前に買ってたやつだよね、それがね、最近ちょっとね片付けしてたら出てきて、まだ賞味期限もね全然大丈夫だったので、来年、そう、なかなかね、こういうのを撮影する時間がなくてやってなかったんだけど、今日はね台風でお家にねずっといるから、みーちゃんこれで遊んでみましょう。はい、はい、じゃあ10個もあるの、まず10個をスライムにしないといけないね。で1個ずつどうする、まとめてこのでっかい容器に入れてやっちゃう、この方が楽しいかな。じゃあまず1つ、そうだね、まず全部開けて分けよっか、中の粉々を。じゃあ、一番下にある水、ここの線、入れるの、水。それでこっちに移す。めんどくさいね。めんどくさ。何個あるの？10個。10回。下に置かなきゃいけないじゃん。大体でいいの？いいで。いやいや。おしまい。次、トレーに1番の粉を入れましょうって。じゃあそこに1番の粉を10袋入れなきゃいけないのかな。10袋。じゃあ1番の粉は緑だね、緑。じゃあちょっと違うのはこっちに入って、この緑の粉を10袋入れていきましょう。じゃあ混ぜるよ。はい、次、2番の粉を入れましょうって、クリーム色になってシュワシュワふんわりする前でよく混ぜましょう。次、じゃあ2番の粉は全部？全部。全部入れましょう。クヨンがかわいすぎる。クヨン来たな。入れ終わった。入れ終わった。じゃあ混ぜる？じゃあ混ぜよう。混ぜるよね、それね。このさあ、入れ物でよかったね。そうだね、クリーム色になってシュワシュワふんわりするまで。でも確かになんかちょっとふんわりしてない？で、今日まだかな、混ぜるの？ずっと多分ふわふわふんわりするまたさ、3番の粉とか足していくとまた変わるんじゃない？そっか、とりあえずこれはこれで OK。 そうだね、よし、じゃあ次いく。次は3番の粉。じゃあ混じるよ。おお、すごい。お、すごいね、青になってきた。青になってきた。これぞお菓子。すごい量だね。いやいや、これ。ん？なってる、スマイル、スライムに。ちょっとスライムじゃない気がしてきたね。ね。スライムじゃないのこれ。スライムっぽくないのこれね。シュワシュワスライムだからかな。ね。だってそれでもう出来上がりのはずだもんね、これね。作り方も合ってるし。よく混ぜましょう。とりあえずちょっと混ぜて。よく混ぜたらなるのかな。なるのかな。ちょっと混ぜてみようか。で食べてみたの？一回食べてみます。うん、甘い、おいしい。
おいしい。おいしいやから。はい、じゃあね、今度ね、今月末ハロウィンがあるので近いということで、一応ね食紅をね買ってきました、赤いの。なのでちょっと雰囲気だけ使うためにちょっと食紅を使ってみましょう。いい、赤いスライム、スライム、いいよ。リミちゃんの全部は嫌だっていうので、リミ水色超大好き、そう、水色ね大好き人間なので、こんな感じだね、食紅に初めて買った。みんなそれ使ってるよ。本当？食べてもいい食紅だよね。食紅だから食べてもいいと決まってますけどね。食事の紅、紅生姜、食べる紅、紅生姜どうですか？どれぐらい？ちょっとにしとく？でもちょっとじゃあ半分にしようか。さすがに半分ぐらいないとなんか雰囲気が出ない。リミできるかな？何滴？お手手につけないようにね。え、なんで？こぼしたら最悪。うん、こぼさない。何滴？とりあえずそれだけやってみようか。あ、じゃあ、うん、3入れてみる。真っ赤になるから。なんで赤かというと血だよね。まあね、イメージ的にはね、血、そう、赤い。ママ絶対これこぼさないで。ママはだって今離れちゃう。お、すごい、やばいね。見てしーちゃん、グロい、うっちゅうちじゃんグロい、やばい。ひみちゃんがやばいスライム作ってる。なんだと怖い、なんだとだ、ママが買ってきちゃう。うわ、やばくない？くさくさ、臭い、臭い。ママさっき食べてね、うん、これイチゴだと思えばいいんじゃない？イチゴ。でもさ、色がついただけで味は変わらないはずなんだけど。食紅だからと、紅だからと、紅だからと、わかる？味は変わんないでしょ？変わる？変わる？まずい？うわー、グロいのできました。でもめっちゃグロくない？ねえ、やばいねこれ、やばい。これ絶対パパマ、こぼした。あー、もうこぼした。ちょっと片付けます。しーちゃん登場。しほちゃん登場。スライムだよ、食べちゃダメ。え、ダメなの？いいんだ、このね、やつを食紅でちょっとグロくしたの。グロく、やばいよね。やばい、そうだ。どう？やばい、そうだ。そう、匂いはそうだでしょ、うん、無理？無理じゃない。しほちゃんあんまこういうの、ね、苦手なんだよね、もともとね。あの、なんだっけ、ねるねるねるねを食べるとね、気持ち悪くなる体質だから、ちょっとやめとこうか、やっぱりね、台風の時に具合悪くなったら困るから。ほら、うん、あ、そう、このキャラクターがねるねくんとねるるちゃん、うん、でもやばくないこれね。普通のスライムでもやばいよね、うん、食べるじゃなくても。リミ食べたらまずかった。リミ一口だけ食べた。うん、え、味すんの？味はしないでしょ。食紅ってリミ味すんの？する。するって、ちょっと違うらしい。これ気持ちの問題だと思うけどやばー、めっちゃママ食べて、
それ、うん、ママいちごジャム。ママいちごジャム、うん、いつよ食べれんわ、ね、無理だ。カレー食べた方がよっぽどいい。今日の朝カレーだったよね。うん、みんな停電してるかな。ねえ、どんどん始まってくね。ホットケーキも食べて、まだ今のところ大丈夫だけど。ラーメン食べたい。ラーメン、ラーメンつけ麺、僕イケメン。俺だと思ってた。僕イケメンだよね。僕、俺イケメンかと思ってた。え、そうなの。僕なの。僕だったよね。僕、やっぱ初めて知ってるかもしれない。本当。めっちゃ黒くなってきた。なにこれ、いちごジャムだ、周りだけ。はい、しもちゃん途中から登場でしたけど、今日はね、台風なので、はいね、お家にみんないます。はい。りみちゃんちょっとね、久しぶりにね、こういうね、チーク菓子、家にいっぱいあったの。10袋もやってなかったね、私にドッキリ仕掛けようと思ってます。さすがにね、ドッキリはね、仕掛けようと思わなかった。ただ分かるもんね、もうね、過去に1回ね、あのリミが急にスライムを食べちゃうっていうね、うん、動画出したことあるよ ね、 ね、そう、あれ結構みんないろんな方に見ていただいてね、結構そう、ドッキリであれが一番嫌だったな。どれ。あー、壁にいたずら書きしちゃうやつね。あれ本当びっくりしたでしょ。本当に泣きそうになった。リミ、なんで？しーちゃんが怒ってるから。逆ドッキリかと思ってた。あー、ママも怒ってたもん。あー、そうね。本当にママ超怒ってリミ泣きそうになっちゃった。本当。リミ何も喋んないんだもん、ずっと怒って。そう、リミなんかね、ドキドキしてたんだよね。どうやって、どうしよう、どうしようみたいなね。それでママとね、うん、しーちゃんがね、うん、なんか打ち上げ花火歌ってて。あ、しーちゃん打ち上げ花火突然歌ってたんだよ。うん、知ってる。それでリミも歌うよって言ってた。そうそうそう、でもね、リミ緊張してね、それどころじゃなくてね、黙ってたんだよね。さあ、リミ、しーちゃんが何で黙ってんの。ママにね、どうしたらいいのってずっと言ってたよね。そう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 、しーちゃんがどうしたのって言って、うん、一緒に歌うよって言って。そう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 、懐かしい。あの、気になる方はね、あの下にリンク貼っとくのでね、見てみてください。めっちゃドッキリ、ね、昔はドッキリ。下にリンクってどこにあるの。概要欄にね。概要欄って何。分かる、 YouTube 見てる人なら概要欄分かる。分かる。意味分かんないの、あんなに YouTube 見てて。いや、概要欄しもより YouTube かない。そうだよ、暇さえあれば YouTube 見てる子なのに、ね、あなたは。みんな、でも今日はね、あんまりね、スマホを使いすぎちゃうと停電になった時に困るの。でも、めっちゃ使ってるかも。充電してる。うん、そこにある。リミ 88%。 リミちゃんと電源切ってたよ今。リミちゃんと使わないときは電源切ってるよね。やば、素晴らしい。でもしモバイルバッテリーあるから。まあね、しょうちゃんは2回分のモバイルバッテリーを持ってるのでね。この前買っといてよかったね、偶然だ ね、 台風とは考えずに普通にね、買ってた、買ったのやつだね。ママも買っとけばよかった。ママも買うか迷って結局買わなかったんだけど、買っとけばよかったね。まあいいや、とりあえず、はい、雑談失礼しました。バイバーイ。うん、うれーらーらー、バイバーイ。口回ってなくて。うれーらーらー、バイバーイ、ライドーイ、ライドーイ。